はい、こんばんは。ギタリストの竹下敦史です。ガキンチョどもが寝静まった頃に始まる、大人クラブの時間でございます。若干の毒を吐かせていただきます。皆さん、普段マスクされてますか？道など歩くときに私はできるだけするようにしてるんですが、ギタリストってこう肩がすごく凝るというか、なんていうんですかね、痛くなるんですね。で、今整形外科に通ってるんですが、ちゃんと入り口にね、院内ではマスク着用のことって書いてあるんですよ。それにもかかわらず、マスクをせずに病院内に入っていく方がいらっしゃるんですね。で、私は注意するのかなと思ったんですが、そのままスルーなんですよね。で、もっと明確にマスクをしなかったら帰ってくださいっていうか、それか病院側で用意したマスクを販売するか、どちらかにするべきだと思うんですよね。やはり病院なんで、いろんな感染のリスクがあるわけですね。で、私はエレキギター、いわゆるエレキギターはね、ギタリストの加納修さんにレッスンを受けてるんですが、やはりきちんとマスクされてます。はい、レッスン中ね、やはり若干こうずらすような形でね、お話ししたりするんですが、基本的にやはりマスクはします。で、これ以前も話したんですが、ジェットタオルじゃない、なんていうのかな、あれ、こう手をかざしてね、バーってこう風が出てくるやつ、あれがコロナウイルスがすごく蔓延してる頃に使用を中止したんですよね。まあ、その結局手を洗って、そこに、ハンドドライヤーか、手をかざす、菌が飛散する、で、それがよろしくないということで使用中止にしたと思うんですが、また今一部のそのバカな会社や病院でね、採用してるんですよね。で、なんで同じことを繰り返すのか、私には理解ができないですね。ものの菌をこう飛散させてるだけでね、何もいいことがないです。皆さんハンカチぐらい持って歩いてるでしょ。なので、まずその公共機関、区役所、市役所などでは置いてないですよね。もしくはテープを貼って使用中止ってなってますよね。やはりその民間とそのねの違いかな、その問題意識の違いかなと思います。やはり区や都や県はね、きちっとしてると思います。本当に日本国民でよかったなって思うことが多々あります。はい、私はもともとがユダヤ人なんですが、ただ日本に、今はね、日本国籍なんで、とてもそれで良かったなと思っております。というわけで、11月29日、水曜日、若干の毒を吐かせていただきました。申し訳ございません。というわけで、明日は、世田谷区は、燃えるゴミなので、ゴミを出して寝たいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。ギタリストの竹下敦史がお送りいたしました。